Peggy 12. はるか昔、その島は突然海の上に現れたという。ワフルドと名付けられたその島は、嵐の結界に囲まれ、近づく者を阻み続けた。ある時、私はとある海賊に出会った。彼はワフルドに上陸したことがあるという。その海賊は、島で不思議な少女と恐ろしい巨人を見たと語ってくれたが、彼を追うように現れた海軍に連れて行かれてしまった。その後、我々学者の中にも島を目指した者が何人もいたが、結局誰一人戻ってくる者はいなかった。ルフィ、しっかり。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島ワフルド。私の名前はリム。体からなんか出てきたぞ。何が起こってんだよ。これであなたたちは力を使えない。なぜ力を奪うのかって？だってあなたたち海賊でしょ。海賊なんて弱い者に暴力を振るう嫌な奴ばっかり。でも彼らは今までの海賊とは何か違うかもしれない。なんだ？下がれ。そいつはお前ら全員を殺すまで攻撃をやめねえ。キューブさえ見つければ力は戻るんだ。ああ、どんどん見つけて力を取り戻すぞ。仕方がないわね。少し力を貸してあげる。これからある場所へ向かってもらうわ。そう、ここはあなたたちの思い出の世界。